よし。しんちゃんでーす。イエーイ。はい、ありがとう。これが普通のしんちゃんでーす。アルベック姿に戻りました。ただいまー。みんなもおかえり。なんか楽しい。健康でみんなの顔が見れて嬉しいです。今日も一日よろしくお願いします。野上さんでーす。あ、よろしくお願いします。リカさんでーす。ね、この子も3年生になりまして、2歳の時から世話になってますけれども、今シーズン短いですけれども、よろしくお願いします。お願いします。ひなちゃんです。よろしくお願いします。ちょっと室内になるので気をつけてほしいところであるんですけど、あの手洗い、うがい、あと消毒ね、徹底してお願いします。はい、お願いします。お願いします。いいチームはいいリーダーがいて、ある存在が必要なんです。何だろう。これね、フォロワーと言います。ウイスって言った時にウイスって答える。例えば今千葉ちゃんがウイスって言ってれば、そういうのを拾って自分たちで増幅していけるチームっていうのは、言わなくても集団のまとまりが良くなる。こういうことが、ね、自然にできるといいですね。はい。でそうすると千葉ちゃんが声出した時に一人ぼっちにならないし、むしろ千葉ちゃんが声、この唇を切ったことで全員のスイッチが入るような状態になってくる。いいチームってのはこの辺の感度が高いんですよ。いい。チャンスってのは自分で掴み取るものだし、自分で拾うものだ。落ちてるの、それを拾う人と拾わない人のたったこれだけの差です。もっと言うと、自分がフォローするのか、リード、今リードしていくのか、それを交互にいける人っていうのはやっぱりどこ行っても輝きますね。マーチングだけしても絶対変わらない。それはもうどんな時代でも僕は一緒だと思う。これからマジで直せなそうだと思うよ。やってごらん。はい、確かに。よかったよかった。
手洗いうがいをきちんとしないとこの楽しい活動がストップしてしまう可能性がありますので、自分は大丈夫って思わずにちゃんと手洗いうがいしてからご飯食べてください。非常に充実した一日を送れたんじゃないかと思います。もう今までこういろいろあったし、これからもまあいろいろあります。もう絶対にね。でやるからにはここでプレミアムな時間を過ごしてほしいなと思うし、その時間を過ごせるように尽力いたしますので、よろしくお願いします。まあ積もる話もあるかもしれないけど、密にならないようにね。はい、本日の練習終わります。また来週もお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。